松川桜桜堂は石川県金沢市から愛知県名古屋市までの国道の別名及びそれに取材した中村義友の小説1994年にこれを題材にした映画が公開され2009年には読売テレビの制作でドラマ化された太平洋側にある愛知県名古屋市から日本海側にある石川県金沢市までの国鉄バス名金 急行線の車掌、佐藤良次は、岐阜県小川村にある、見ボロダム建設によって水没する集落の象徴だった桜の木が、ダムのあぜに移植され、見事に開花したことに感動し、太平洋と日本海を桜で繋ごうと1966年から、名金急行線の沿線に、だだ一人で桜の苗木を植え始めた。1977年に志半ばにして、 病で倒れ47歳で亡くなるまでの12年間に約2000本の桜を植えた。起点の名古屋城本丸前には、その1000本目、終着点の金沢市県独園2500本目がある。この話は、桜道及び、それを映画化した。明金急行線は廃止され、佐藤も個人となったが、桜の花の天の川をかけたいという佐藤の意志は、地元の有志たちに受け継がれ、 桜の苗木は植え続けられている。その桜は、昇華は桜と共に毎年咲き誇り、名古屋と金沢を結び、救命緊急高線沿線では、桜堂国際ネーチャーランなどのイベントが行われている。桜堂国際ネーチャーランは、佐藤の意志を絶やすいとして生まれた、名古屋城から、金沢の県独園にある佐藤桜までの約250キロメートルの、 距離を36時間以内で走る耐久レースで、毎年4月の桜が咲く時期に開催されている。詳細は、桜を参照、読売テレビ開局50年記念ドラマ、大和ハウスドラマスペシャル、桜道として、2009年3月17日の21時23時3分に、読売テレビの制作により、日本テレビ系列で放送され、副音声では解説放送を実施し、 連動データ放送も実施した。視聴率は8.5%。当作品は乳がんであったことを告白した赤木春江のテレビドラマ復帰第一作でもあった。他放送日時はすべて読売テレビ基準とする。桜道知られざる奇跡の桜物語、間もなく。桜道、この間もなく。桜道がネットされたつぼねは、 実質20時54分からのフライングスタートとなっている。ありがとうございます。